オフィスに腰を下ろしているだけでは正義をなすことはできない。それだけははっきりと理解しています。
先生。
気合を入れろ。戦闘準備だ。私に出会ったのが運が尽きた。指定の位置に向かう。ドクター、ここっていい気…血は残すな。後片付けが面倒になる。新たな挑戦ね、リンゴちゃん。今日もよろしくね。ここでは何も起きていない。何か指示はありますか。指揮する人、母が流星のようだ。よくそうやって言われるの。飛行をこの手に宿すのは世の悪行を一掃するため。本気で行くよ。気配を感じたら剣を抜きます。影に踏み込む。魔の強さの邪悪を払う。これで静かになってくれる。さっさと片付ければ楽。何か指示はありますか。見えなくなっちゃった。わあ、本気で行くよ。私の明かりが見えますか。ここです。ライブスタート。私の明かり、我が眼差しが真実を暴く。ダークゾーンの伝達断る。みんなこっち来て。指揮する人見えなくなっちゃった。密林よ、私に応援してるよ。いい位置だ。このガベルは重いわ。覚悟しておきなさい。見えなくなっちゃった。好転にない方、好転にないやり方で処罰。タップルパイ。こちらチェン、時間には限りがあるんだ。何を気をつければいい。私ならいけないで。悪くない位置取りだね。本気で行くよ。私の明かり、我が眼差しが真実を暴く。着いたで。これで静かになってくれる。指定の位置に向かう。ロックンロール。何か指示…見えなくなっちゃった。密林よ、私にうなずけ。何を片付ければ。本気で行くよ。さっさと片付ければ楽に戻る。指揮する人がいるって不思議な感じね。この戦いでバラージュ。あなたたちの罪はもう弁明の余地もないわ。ターゲット確認、すぐに終わらせる。
一方的な判決では実質的な変化は何ももたらせません。重要なのは判決を下した後にどう執行するかです。ドクター、あなたの素晴らしい行いはしかと見届けましたよ。ドクター、ガオー、なんちゃって。